はい、どうも、スタジです。今回の動画なんですけど、今回の動画は、僕の飼育しているハルマヘラパイソンの姫ちゃん、この子をね、ハンドリングしていこうかなと思います。でね、まあ姫ちゃん、結構ね、大きくなりましたので、まあそちらの姿も、じっくりと、ハンドリングしながら見ていこうかなと思いますので、よかったら最後まで見ていってください。それでは見ていきましょう。どうぞ。はい、今映っているのは僕が飼育しているハルマヘラパイソンの姫ちゃんですね。今日はね、この子のこのね、床材をちょっと変えてあげようかなと思います。こんな感じでね、尿酸の方がその子ら辺にちょこちょことあるので、こちらをね、取り除きたいなと思います。この子はね、結構ちょび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 おしっこするタイプなんで、こんな感じでね、頻繁に尿酸がそこたら中に散らばってる感じですね。でですね、まあもちろんね、こちらの床材を交換するっていうのがメインなんですけども、あくまで床材をきれいにするのがメインなんですけども、そのついでに、この子をね、ちょっとハンドリングしたいなと思います。でまあ動画の方はね、この子のハンドリングをする動画になってるかなと思います。ただあくまでこの床材を交換するのがメインです。たまたまね、床材を交換する時が来たので、ちょっとどいてもらうためにハンドリングするだけなんでね。はい、そういうことです。ということでね、早速この子をね、ハンドリングしていきましょう。姫ちゃん寝てるかな。よいしょ。はい、ということで連れてきました、ハルマヘラパイソンの姫ちゃんです。ちょっとあれだな、サーキュレーターがうるさいな。話してくれない、話してくれない。はい、ということでどうでしょうか、ハルマヘラパイソンの姫ちゃんです。今ね、ちょうどベルトみたいになっちゃってますけども、もうね、かなり大きくなりましたね。どうでしょうか、すごい何か締め付けられてますけども、いや立派になったね。すごく太くなりました。うちに来た時はね、まあ頭はでかかったんですけども、体自体はね、結構細くて、どこ行くの、結構細かった。よいしょよいしょよいしょ、よいしょよいしょよいしょ、はい。かわいい、超キュート。見てください。まあ頭はね、もともと大きかったんですけども、体がね、もうだいぶ太くなりました。立派だね。そしてめちゃめちゃ長い。もう2メートルくらいはありますね。ないかな。こことかめちゃくちゃ太い。立派立派。で、なんせね、体色がいい。ほんとね、体色がめちゃめちゃ良くなりました。ちょっと見づらいかな。はい。どういう状況。ここにね、尻尾があるんですけども、バチッと巻きついてます。かわいいね。やっぱり頭に行くんだね。グリーンパイソンのね、おしぼりちゃんもこんな感じでね、頭に来るんですよね。頭に来るってなんか言い方があれだな。頭の方にね、登ってくるんですよね。どうでしょうか。
超可愛くないですか？ハルマヘラパイソン、姫ちゃん。まあ、結構ね、ハルマヘラパイソン、まあ、凶暴と言いますか、飛んでくるイメージが強いと思うんですけども、まあ、この子はね、こんな感じで、まあ、あまり無理をしなければ、ハンドリングはちょっとね、まあ仕方なく許してくれる感じですかね。なんかアクセサリーみたいになったよ。どうでしょうか。こういうファッションどうですかね。かわいいな。はい、ちょっとね、内カメラだと画質が悪いので外にしたんですけども入りきらねえな。ちょっとごめんよ、姫ちゃん。お顔が見たいのよ、あなたの。はい、超かわいい。ちょっと映りきらないな。広角にしようか。どうでしょうか。よいしょ、じゃん。ちょっとね、こちらから、画面の方が見えないんで、しっかり映ってるかわからないんですけども、はい、姫ちゃんです。どうでしょうか。だいぶ大きいね。めちゃくちゃ綺麗だ。うん、いい子だね。ちょっと世話しないけども、ハンドリングはねしっかりとさせてくれる可愛い子です。これ映ってるかな。これ撮れてなかったらショックだな。どこでしょうか、うん、いいね。やっぱ力も強いね。あなたかわいいのよ、とても。はい、ハルマヘラパイソンの尻尾です。かわいい、くるりんってなってます。ほらね、結構虹色の光沢がねこうやって出てて超美しいんですよ。やっぱり調子がいいね。長い。これだね、この子の長さを撮るには一人の撮影じゃ無理だね。二人がかりで撮影しないと無理だな。ほら、どうでしょうか。なんでよ、なんでそうなるのよ。ちょうどセンターになったよ。あ、落ちる。ちょっと見えない。よいしょ。こんな感じかな。こんな感じでどうでしょうか。よいしょ。はい、ということでですね、いかがだったでしょうか。僕の飼育しているハルマヘラパイソンの、姫ちゃんはね、こんな感じでかなり立派に大きく成長しております。まだまだね、食欲がすごいので、もっともっと大きくなってくるんじゃないかなと思います。かわいいね。心なしか、やっぱりお顔もいかついというよりかはキュートな感じがしますね。はい、ということで、今回の動画は以上となります。もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。
こ行くの？どこ行くの？今からね、君のキージメンテするからね。はい、はい、はい、はい。バイバイ。最後までご覧いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録よろしくお願いします。また他の動画もチェックしていただけると嬉しいです。